YouTube リー木村ひろしの声優スクール始まりました。今回もよろしくお願いします。今回はマイクワークについてお話しさせていただきます。さてこのマイクなんですけど、他の動画でもマイクと表情っていうところでも動画上げてはいますので、そこも見ていただけるといいのかなと思います。まずマイクなんですけど、マイクの特性を知ってほしい。マイクっていうのは基本音が入るところっていうのはこの上のところ、そして下のところはあまり入らないっていうのをちゃんと、情報として知っておいてください。そして、このマイクに入る時なんですけど、今は自分の身長にぴったし合わせているっていうところにはなってるんですけど、それに合わないところも結構あったりはするので、その時にこう上から下っていうのは上の方は音を拾ってくれるので大丈夫だと思うんですけど、下の方は拾ってくれないわけですよね。でそれを下から上にやろうとしてもちゃんと音には入らなかったりはするので、自分の身長よりも低いマイク、そこに入ってちょっと膝をの曲げたりして入るようにしていきましょう。なんで上からは少しは入るので下からは入らないっていうのを覚えておいてくださいっていうとこですね。そして今度は台本の持ち方についてですね。で、これは右手でも左手でもどちらでも構いません。でその中で一つだけ気をつけてほしいのが、まあ手は多分右手か左手かっていう利き手はみんな知ってると思うんですけど、利き目っていうのは皆さんちょっとわからない人も多かったりはするので、皆さんの利き目を今から診断します。でそのやり方は簡単です。まず、今僕カメラの方を見てるんですけど、両目で人差し指を中心に奥にカメラで、これはカメラない人でも奥になんか丸いものとか四角いものとか一点集中できるもの、それを置いてください。で今僕は人差し指とカメラが一直線上になるように見ています。でその場合次にまず左目を閉じます。でそうするとちょっとずれると思うんですよね。で次逆に右目を閉じます。そうするとまたずれると思うんですよ。で人によってどっちの方がずれるのか、で僕の場合は利き目が右なので、左目の時はかなりずれるんですけど、右目の方はちょっとしかずれないということは、利き目は右なので、多分文字とかいろんなものを認識する時って右目の方が見やすいんですよ。まあだったらこっちの右手で台本持った方がいいんじゃないのって思うんですけど、ただこれ僕の場合だと声持つものって左手の方が楽なんですよね。なんで左手で持ちながら右手でペラってめくるっていう形でやっていますので、なんで聞き手聞き目、それを両方知ってどっちで台本を持つのか。もちろん声優さんによってはね、右手でも左手でもどちらでもできますよっていうそういう方もいらっしゃいます。であと台本のめくり方ですけど、紙をこう丸めてペラっていけばほとんど音は出ませんので、そのめくる時もやっぱりこのマイクの前でやったらノイズにはなりますけど、マイクっていうのは下のところにそんなに音が拾わない場所があるので、下の方でめくってあげると音は出ないかなと。で僕今片手でやってますけど、もちろん片手じゃなくて両手でゆっくり音が出ないようにやるっていう方法もありますので、それは片手両手どちらでも構いませんという感じですね。はい。で、今度はマイクとの距離ですね。まずマイクとの距離なんですけど、この台本がだいたい20センチぐらいなんですけど、まあ、だいたい20センチか30センチぐらい離して、マイクのところに入ったらいいんじゃないのかなと思います。で、もちろんまっすぐじゃなくてこう横からでもマイクにはちゃんと音は入りますので、全部が全部整体しなくてもいいよっていうのは知識として覚えておいてください。そして、次、マイクにの入り方なんですけど、例えばこう左手で、なんか演技をしている人がいたとしたら、こちらの台本を持ってる側から吐ける、セリフが終わったらですね。でやっちゃいけないのは後ろに吐けるっていうのはやめてください。もしかしたら人がいるかもしれないので。で次にマイクに入りたい人たちはこっちに台本、左手に前の人が台本持ってるんだったら、あ、こちらから吐けるんだから、ちょっとこの後ろ側から入っていく、そして喋り出す
という形にしていきましょう。やっぱり声優さん同士がぶつかっちゃったら演技もそこでストップしちゃいますし、例えばこの台本同士が当たっちゃったら、まあ、ノイズも出たりはするので、そういうマイクの入り方出方っていう形にしてみてくださいと。そして3つ目のポイントとしては、声優さんはブース側、ミキサーさんがいる方に背中を向けて喋ってることが多いんです。で、マイクっていうのはこの喋ってる時、ここのマイクのボリュームはミキサーボードでオンにしてるんですよ。でもこっちで喋ってなかったらミュートしてたりするんですね。それをミキサーさんはそれを全部チェックしているので、ここに演技しながら全然ずっとまだまだセリフが来てないのに後ろでこんな風に立ってたらマイクが見えないわけですよね。で、そうするとミキサーさんにとってはどこのマイクに入ってるかっていうのが分からなかったりはするので、セリフがまだ全然自分の順番じゃない時はちゃんと自分の席に戻るか、ただ一回座ってしまうと演技がやりづらいっていう方は両サイドにはけてってもらえるといいんじゃないのかなとは思いますと。で、最近だともちろんここに、マイクがあって奥の方にミキサーさんがいるっていう状態にはなってたりはするんですけど、最近はなんかねカメラとかつけてそこで見てるっていう方もいらっしゃるので、やっぱりこれもまたスタジオによって、ちょっと違うのかなと思うんですけど、やっぱり基本としては自分のセリフじゃないところ以外は自分の席、それか両サイドの方にはけていくっていう形でやっといてくださいと。はい、今回はマイクワークについてお話しさせていただきました。木村博士の声優スクール YouTube チャンネルブリューアニメーション公式 LINE アット登録よろしくお願いします。ではブリオース始まるよ。踊る隙間風ほらね、油断も隙もない。